いつから始めるか。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回メルマガの読者さんからですね、いつから勉強を始めたらいいんですかと。勉強して、勉強したこともね、すぐ忘れちゃうと。でそれなら試験ね、半年ぐらい前から一気にね、詰め込んでいこうと思うんですけども、どう思いますかっていうね、まあそういったご質問だったんですけども、もしかしたらね、あなたもそう思ってるかもしれないです。忘れるぐらいならね、試験前に一気にバーッとね詰め込んで、試験に向かおうというように思ってるかもしれないんですけども、結局のところ言って、丸暗記したものについてはほとんど使えない知識なので、ちょっとね、応用問題だったりとか、類題になるだけで、問題文ちょっと変えるだけ、また引っ掛け問題にするだけで、全然点数、取れなくなっちゃいます。だからそれはやめた方がいいです。だから結論から言ったら、できるだけはもう早い段階、もうこの動画見ていただいたのであれば、もう今日からちゃんと始めるってことを、やっていくことをお勧めします。でなんですけども、そもそもですね、学習標準時間、標準学習時間、これ聞いたことありますかね。ネットとかで調べたりとか、あと大手の予備校とか、まあ、通信講座とかだと、まあ、卓球試験は300時間とかね。まあ、大体ですよ。まあ、360かもしれないし。まあまあまあ、このぐらいの時間なんですよ。で、これね、計算するとどうなるかと。1日2時間勉強しましたっていうと、まあ、1ヶ月で30かけて60時間ですよね。だからもう5ヶ月ぐらいで、これ達成できるんですよ。そうすると、あ、5ヶ月で、じゃあ合格できるじゃんって思っちゃうんですけど、これがね、すごく大きな落とし穴なんですね。この時間っていうのは、実際、効率的な勉強ができてからの時間なんですよ。勉強するにあたって、一番最初にやるべきことっていうのは、勉強法をちゃんと習得するっていうことなんですね。まあもちろんね、勉強しながらなんですけども、だから、まあ、準備体操時間なんですよ。勉強しながら、問題解きながら、どうやったら効率的に頭に入れることができるのか、理解できるようになるのかっていうところを学んでいくんですね、勉強しながら。で、やっと効率的な勉強法が身についた。そこから、たくさん問題を解いていく。そうすると、一気に時速でバッ上がってくるんですよ。で、ここからの期間がこれなんですよ。逆を言ったらどういうことかっていうと、いわゆる勉強の仕方がちゃんとできていない人っていうのは、どれだけ勉強をやったとしても点数上がってこないんですね。この方非常に多いです。実際この300時間やってる人なんかもうザラにいるわけですよ。ザラにいます。正直、卓球の受験生が毎年ね、まあ、20万人、まあ、前後、もう半数以上ですね、半数以上がこの300時間とかやってます。やってるけども、ほとんど合格できないわけですよね。合格率が 15% なんでね。15% から 17% 台、17% 台なので、結局のところ言うと、83% ぐらいがもう落ちていくわけですよ。だから、これをやったからじゃあ合格できるのかっていうと、そうじゃない。勉強時間じゃなくて、勉強の質もちゃんと上げていかないとなかなか合格することはできないんだよっていう話なんですね。で、ちょっとここで、こちら図見ていただきたいんですけども、非効率な勉強をしている方と、効率的な勉強をしている方ってどう違ってくるのか。実力の上がり方の違いなんですね、こちらの図っていうのは。非効率な勉強をしている方っていうのは、どれだけ勉強時間をバーって重ねたとしても、ある一定ラインで頭打ちなんですよ。で、合格、このラインまではいかないっていうような状況なんですね。実際、予想模試とか過去問とかでは点数取れてます。40点とかね、もう、勉強量を増やしていけばいくほど、40点、45点って取れるようになるんですよ。過去問、予想模試は。それは答え覚えてるから点数上がってるだけであって、実際の実力はそこまでいってないんですね。だから錯覚する方多いんですけども、ちゃんと理解をしながら勉強していないとそうなっちゃいます。じゃあ、効率的な勉強してる方ってどうなのかっていうと、もちろんね、初めはそんな効率的に勉強したところで、やっぱ復習重ねないとね、やっぱり点数で上がってこないんですよ。だから初め上がってこないです。でも、ある時から一気にブワーって上がり出すんですよ。で、もう合格ラインをバーンって超えてきて、まあね、去年、平成28年の試験で言うと、合格点が35点だったんで、まあ40点とかね、まあ38、40点かな、40点ぐらい、まあ取れるようになってくるんですよ。こ
効率的な勉強してると。まあ、もちろんちょっと勉強量少ないですってなってくるとね、38点とかになっちゃいますけども、勉強量も、ちゃんとこなして、ちゃんと勉強の質もね、効率的な勉強もできているっていうのであれば、もう40点もどんどん超えていきます。実際、弊社のね、個別の受講生はもう40点超えが非常に多かったのも、やっぱそれなんですよね。一気にバーンと上がっていくんですよ。そういった方って、じゃあ試験でね、2ヶ月前までどうだったんですかっていうと、全然実力ない。この辺とか。この辺なんですよ。でも、ちゃんとやっていたら、ちゃんとね、一気にバーンと上がってくる。もうこれもね、その効率的な勉強法をしてると、その関連でつながりだったりとか、理由だったりとかが、どん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 頭に入っていくんですね。でそうすると、問題文見て、あ、これはこれで引っ掛けてるなとか、あ、これとこれとの対比でこれで引っ掛けてるなって分かってくるようになるんですよ。あ、だから、これはこうやって間違いさせたいんだなとかっていうところまで分かってくるようになってくるんですね。まあそうなってくるとね、あ、理解学習ができているんじゃないのかなとかね、判断はできるかもしれないです。あとは、あ、これはこうこうこういう理由だから、あ、これはこれが答えだなとかね、理由がちゃんと分かってきたりするんですね。まあそれも一つの確認方法かなと思います。なので、まあ何がともあれ、じゃあいつから勉強を始めるかっていうと、このね、勉強を習得するためのこの時間も含めると、そこそこ時間かかるんですよ。で、多くの方がこれ、ね、何年も勉強してもこれ習得できていない方がいるぐらいなので、これってすごく時間かかるんですよね。独学だったらもうなおさらです。まあ弊社の個別指導であれば、もうそれをいきなりバーンって教えるんで、時間はかからないって言ったらかからないんですけど、独学だったら、まず自分の勉強法で、何がまず間違ってるのかっていうのを明確にする。で、さらにはそれを、じゃあどうやって変えていかなきゃいけないのかっていう対策を考えて、実行する。で、それが合ってるかどうかもわかんないわけですよね。だから、定期的に1ヶ月後に、本当にそれで大丈夫、その勉強法で大丈夫なのかっていうのを確認をするみたいなことを、そうやっていかないと、いつまで経ってもこれが習得できなくて、いつまで経ってもこっちになっちゃうんですよね。だからその点は注意してください。だからもういつから勉強始めるかと、もう今すぐ、まずはここから効率的な勉強法を身につけるために、じゃあ問題文どうやって読んだらいいんだろうとかね、この問題は、答えは、なんか、まあ答えは分かったけども、なんでそんな答えなんだろうとか、疑問に思ったことはちゃんとネットとかで調べる。民法であれば、弁護士さんのサイト、法律事務所のサイトとかで調べていけば、細かい内容書いてありますんで、ああこういう風に物事考えるんだっていうね、その考え方とかもやっぱり学んでいかないとなかなか点数取るの難しいんですよ。だからネットでちゃんと調べていくってことをね、ぜひ行ってください。で、理解学習については別途ね、あの動画アップされてますんで、そちらをぜひご覧いただければと思います。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問、過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。